おはようございます。4月の戸面原ダムにやってきました。こんな感じでちょっと試したい道具もいっぱいあるんで、春の釣りを楽しんでみたいと思います。はいはい、それでは出発していきたいと思います。今日はね、一日天気もいい、あとは気温もぐんぐん上がる予報なので、でね、状況としては全域にわたってポロポロいっぱい釣れてるみたいなんで、いろんな釣り、ライトリグからちょっと大きめの釣りまでいろいろ試してみたいと思います。今日はね、いろいろと絞りきれずに竿を持ってきました。スピニングもね、2本いて、で、まあ薪の釣りからライトリグからいろいろできるようにずらずらずらっとこう持ってきましたよ。ビッグベイトはどうでやるかな。で、結構やっぱテキサスリグとかカバーを打つ釣りが釣れてるよみたいな感じで、このスピニングもすぐは使わないか、ね、ギル系バームはこのギルフラットにアブのレジスタとレボの LTX のこんな組み合わせ。これで糸が走ったら大物でしょう。ちょっと浅いとこで、お、はい、いきなり朝一から縁起がいいや。ああ、プラグが釣れました。ねえ、お、これどんだけ、結構、長い糸が、はい、ファーストヒットは、ノリーズのクランク。なんだこれ。高切れしたのか。はーい。最先よくギルフラットで、ルアーが釣れてくれました。よっしゃ、ギルフラット。速攻で、ちょっと可愛いサイズだけど、来ましたよ。ほら、ねえ、こんなコーラカラーのギルフラットで、朝一、テキサスフィッシュいただきました。朝一から来ましたよ、テキサスフィッシュ。ギルフラットにね、こんな感じのハルバス君連れてくれましたよ。テキサスリグで重りは5グラム。いいね。いよいよ春が来たって感じで、これは幸先いいんじゃないですか。まだね、開始してから2、30分。まあ、打ち出してすぐに連れてくれました。じゃあ引き続き頑張ってみたいと思います。
わあ、綺麗な、ね、ちょっと針は5番手、大きめのサイズなんですけど、頑張って食ってくれました。結構ね、いいとこに、あー、釣れてくれてありがとう、ね、最近厳しい釣りが続いていたから、君はありがとうフィッシュだよ。バイバイ。